狂わしいなんて気が狂っとる。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。まず動画を始める前にというか、もう始まってるんですけれども実はね、僕誕生日を迎えましたそんでね、あのね誕生日になったあの瞬間に、あのおフォロワー様があのねファンアート書いてくれたりとか、あとねそのなんかメッセージくれたりとかして、もうねみんな夜更かしさんだね。ということで、まずは御礼を申し上げます。あとツイッターとかその他もろもろ、あの SNS 等々であのお祝いのコメントをいただいた方、本当にありがとうございます。あの順次返していきますので、どうぞよろしくお願いします。さてはい、メインの今回の、5月の、予定の動画に入らせていただきます。しょっぱなからとんでもないバナー見せやがって、このお前ちょっと見てくださいよ皆さん、ちょガラが来ちゃう追加のガラが来ちゃう。もうね、あの来るなっては、あのね、あのざわついてはいたんですけども、噂はされてたんですけれども、本当に来るんだね。で、まあ、追加からも気になるところなんですけれども、まずはあの順を追って上旬から見ていこうかと思います。イベント復刻フェアリーガラ、春を呼ぶ妖精たちの祝祭、こちらは、現在開催中ですね。5月の13日まで、半月ぐらいあの長いイベントとなっております。そして、はい、早速やってきますね。エペルのバースデーキャンペーン、5月の6日ということは、ガチャいつからかな。まあ、私あのユニオン一択で回させていただきますので、絶対にお迎えいたします。はい、そして5月の中旬なんですけれども、これも早いですね。エペルが終わったと思ったら、またすぐシルバーの、バースデーキャンペーンが始まります。5月の15日のバースデーということは、前日か前々日ぐらいかな、2ガチャ始まると思います。もちろん私はユニオン一択で回させていただきます。そしてですね、びっくりしたのが、本当に下旬がやばい。下旬の怒涛のスケジュールがやばいですよ。まずはですね、ストーリー、ついにメインストーリー6章の後編2が早い配信が決定いたしました。ね、どうするね、どうするね、おばぶろっちゃうよいやもうねえ、もっとどうなるのか、イデヤシなのか、オルトキューなのか、それとも二人なのか、もうね想像するだけで私がオバブロっちまうよ。はい、で、メインストーリーに合わせまして、イグニハイドのピックアップ召喚もまた始まりますね。こちらですね、私はどちらもイデアもオルトも両服持っておりますので、ちょっとこれはステイですね。そしてあと次が、イベント強化合宿、ナイトレイブンカレッジの合同編がまた始まります。これは好きな3キャラクター選べるので、私はもちろんジャミルバイパークを真っ先に選びます。あと2人はちょっと保留かな。はい、そしてこれが今回の通知の目玉と言っても過言ではない。もうやばい、本当にイベントフェアリーガラ、イフ、妖精たちと、なんだこりゃねちょっと待って、これなんて読むごめん、ちょっと私学がなくてね、何これね、魅力の実、何か魅惑の実、これなんて読むのねえねえ、読み方がわかる天才の方、コメントいただければ幸いです。タイトル割愛させていただきます、こちらがですね、イベントを進めていくと、まず配布がですね、さっきのやっべーシルバー、SR ですね、 SR のシルバーと、あと R がですね、ジャックです。やだジャックガラクチュードどんな着こなしになるのか、とっても楽しみですね。あと、期間限定召喚の方が、先ほどの素晴らしき SSR オルトキューンとかっこよかった SR のエースになっております。これ絶対お迎えいたします。どんだけすり抜けてもお迎えしてやっからな。
はい、そしてですね、こちらも、待望の、先月の通知ですごく楽しみにしていた、こちらゲストルームですね、ルーム機能が、ついに実装されます。下旬の方からですね、自由にコーディネートをして、自分のオンボロ寮の、部屋を、カスタマイズできるような感じですね。で、なんか居心地度って なんかわかんないけど、居心地度に応じて、メダルがもらえるらしくって、それによって、アイテムと交換ができるということなので、これちょっとまだね、なんとも言えないというか、まだね、初めてのことなので、実装してみてからちょっと楽しみたいかなと思います。フレンド様とか あのルームとかにもう遊びに行けたらちょっと楽しいかななんて思うんですけれども、そういう機能もね、あったら嬉しいななんては思ってます。ということでお送りしてまいりましたツイステッドワンダーランド、5月の通知だったんですけれども、とてつもない5月になりそうですいや、なんて言ったってね、ガラ、追加のガラがやばい。まエペルもシルバーも絶対回そうかなって思ってたんですけれど、まさかねまあ、ありがたいことです。本当にガチャ、どれも全部全力でお迎えしたいなと思いますので、そちらの方もね、ガチャの順次、回していこうかなと思いますので、ご覧いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。